続きですね、2ですね。社会に、出るには大きい会社でずっと働かなかったという人が前は多くいたもんだからね。年取って定年になった時に外に通用するようにね、また働いてないから、もうおかしく思われないように、教育をね、会社で与えて外に出すというようなことは盛んにやってましたね。まあ僕は好きな言葉じゃないけども、窓際族じゃないけども、まあ大きい会社とか役所で、何も仕事を毎日しないで、一生ですね、定年まで勤めてたという人っていうのはもう無数にいるんですけど、そういうのとも同じ会社でも同じ大きい会社でも、もう毎日死にかかるほどもう大変でね、仕事をしたという人も大勢いますからね。この差別じゃないですけども、同じ目の前にいてそういうこと気がつかないから語弊ないわけですよね。だからほったらかす、語弊ない、そういうので語弊言わないんだから、働けよっていうような感じのことありますし、実際のことだから各自でね。で、それに語弊言ったらクビになるんだったら、それ力ないんだから、その本人はね。だからそういう場面になったら、それに対して対応できる人かできないか、まだ知らない人かということですね。しょっぱいですね。で、また会社の役員、重役ばっかり給料もらって、社員が全部給料が安く、そういう会社も結構多いし、または、役員だろうと、普通の社員だろうと、本当に平等で、たくさんね、割ってね、分配して給料を出すようなところとかですね、セコムなんかそうでしたけどね、警備会社ですね。なんかもう、社員にも分配しちゃうんですよ、全部。給料にちゃんと出すというかね、重役とか上の偉い人がたくさん取っちゃうことしないんですね。松下電器なんか場合はある程度、会長とかいうのがたくさん取って、取りますけども、まあ多少給料だ出したっていうのは、出したってわけじゃないですね、そんなには高く、厚生年金があるからいいぐらいかなというような感じですね。多いから、年金が2倍になりますからね、それだけでね。まあそんなことぐらいですね。他にもいろんな会社ありますよね。ワンマンな経営者だったら、もう全然給料、社員には払わないという会社で、経営者だけしか全部給料と持ってっちゃうというような、ワンマンの会社も結構多いですからね。まあ、あと、まあ、ちっちゃい会社でもね、働かない人、ただ気分的なことだけしか話さないだけの人っていうのもやっぱりいますよ。ちっちゃい会社でもね、全然働けないけども、自分の生活給料が取られたら困るということで怒るぐらいですね、仕事してなくてもね。ちっちゃい会社でもそういう人いますね。それで平気だと言って会社に残ってるっていう話で、全然平気でクビにならないっていう、そんなのも結構無数ですよね。ちっちゃい会社でも大きい会社でも、仕事してなくても給料もらえてる人はもらえてますからね。それに対して何がいいかですよね。
技術を覚えたり楽しみも覚えるから、いろいろとある程度ね、仕事も全部ね、各自のやっぱり理想で勤務していくのが一番いいんでしょうね。だから知らなければ知らないで、そのままほったらかしになることが多いですよ。定年になるまで知らなかったとかね、2人分はた、か、働いてたとか、3人分働いててね。でもうその後もう知らないからね、気がついてももう頭も働かないですね。ミスりだから、そういう人たちは。だから言ってもダメだし、言ったら大きなお世話になりますからね。まあいろいろありますよ。まあやっぱり知識ですね。知識。いつもいろんな人がいますから、事情がありますから、それに損をしないということですね。だやっぱね、大事なのは一番健康ですね。お金は大事ですけども、健康に大事ですよ。そういう意味で、とにかくお金も大事ですね。ある程度なければですけども、一番はお金よりか健康の方ですからね。私もそうですからね。健康は一番大事で、健康は潰れるようなことで危ないなんていうことはやっぱり避けますよね、やっぱね。訓練程度で、健康管理でね、訓練程度になるようなきつい仕事ぐらいにしといてね。で、危ない兵士とかそういうのにはならない、死か生きるかなんていうようなね、そういうような仕事はしないということね。サラリーマンでもそういうのありますからね。難しい仕事なんかでも、そういうのはやらない。健康を管理で、まあちょっと気がついたのは、